フォレスターの新しく STI がチューニングした TS モデルですね。前回のレガシーに続いて、まあ、TS2 作目になります。まあ、基本的にはあのエンジンとかタイヤは同じですけれども、まあ、ストラットターバーとか、まあ、そういうところに、いくつかの STI 独自のチューニングが、なされています。はい、SUV でこの車は、オールシーズンタイヤ入ってますけれども、まあ、そのせいかサスペンションが、すごくこうマイルドになっています。まあ、ボディの考え方は、まあ、STI の辰巳さんチューンによりますけども、まあ、独自の考えを持っていまして、まあ、いわゆるこう固めるだけでなくて、やはり力をちょっと逃がしたり、まあ、いなすという言葉を使ってますけども、まあ、5と10をうまくバランスさせるような、チューニングが、まあ、辰巳三流の考え方ですね。でそういった考え方は、まあ、もちろんニュールで走るインプレッサやレガシーにも入ってるわけですけども、まあ、5と10のバランスといえば、まあ、このフォレスターが一番そういう、剛性と柔軟性のバランスを必要としている車かもしれません。ですからある意味で、乗り心地がものすごくいいですね。それでいて、こうハイスピードで走った時のこうダンピングもすごくいいし、オールシーズンタイヤですけど、このステアリングのこう速い動きについてくるんですね。この辺のこう遅れ感がないというのも、今回の STI バージョンの特徴かもしれません。切れば切っただけノーズが向くし、非常にですから楽しいですよね。まあ、こういうトリッキーなワインディングでも非常にハンドリングは、ステアリングが正確 でハンドル軽めですけど、やっぱり切っていくとしっかり、リニアに手応えが反応しますね。ずっとこうワインディングが続きます。路面はなんかドリフト小僧が走った跡がありますね。やっぱ好きなやついるんですね。実は私はこの道志のあたりは矢光峠と並んで、38年前から18で免許取った時から特訓してた道です。昔はもちろん全面ダートでしたけどね、まだまだ、まあ、公道でこういうドリフトやってはいけませんけども、ただ気持ち的には、走るのが好きな連中がいるんだなっていうのが、この路面にも刻まれてます。ちょっと微笑ましい気がしますけども、まあ、公道ではやはり法律をちゃんと守って、スピード違反しないように。5速トルク IT でパドルがついているので、左側の段を押せば、すぐに、エンブレムをかけられます。まあ、できたらこの車やっぱり何といってもマニュアルで乗りたいなと思いますけど、まあ、ターボエンジンとトルコン IT って意外と相性がいいんですね。トルコンでこのスリップした分早めにアクセル踏みますから、ブーストマニュアルよりも早めにアクセル踏んで立ち上げることができますね。そういう意味でこう下の2000回転ぐらいからのこうトルクをうまく使って走ることができるので、まあ、ギンギン回すインプレッサーのターボのようなエンジンではないですけども、十分下からねっとりとこうトルクが出る、そんな感じです。下り坂ガンガン来てますけど、ブレーキも非常にしっかりしてますね。やっぱこういう車はなんか SUV であるということ以上にやっぱスバルだな、素晴らしい車、素晴らしいじゃなくてスバルらしい車だなという気がします。今のはシャレじゃなくて本当に間違えました。やっぱこのなんかボロボロっていう昔懐かしいエンジン音も、まあ、現代の高性能車においてはちょっと独特なエンジン音がまだ残ってますね。なんかもっとこうスバルっぽい音にしちゃってもいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、時代は個性を求めてますから、昔の 1300G の時代のエンジン音を復活させるっていうのはどうでしょう。N エンジンで新しく25年ぶりにスバルはエンジンをフルモデル設計し直したしましたけども、エンジン音も復活させてほしいなという気はしてます。でも本当にこういう狭い、本当にこうタイトコーナーの多いワインディングも
難なく走りますね。乗り心地悪くないんですけど、ロールがそんな気にならないですね。速いハンドル切ってもグラッとしないし、こういうところはやっぱり STI のチューニングのうまさでしょうね。さあ、神奈川県の山の奥深く、山梨と神奈川の県境を越えて再び神奈川に入りましたけど、東京から1時間ぐらいでこういう本当にこう田舎に来るっていうのは、神奈川の奥の方にまだこういう場所が残ってるのはいいですね。なんか急に天気が嵐になってきましたけど、今インターチェンジでぐるっと回るところで、まあ、意図しないでちょっとオーバースピードが入ってハンドルをたくさん切ることになったんですけど、意外にこのオールシーズンタイヤ、限界で剛性がしっかりしてて、しかもウェットのグリップいいですね。ですから、まあ、VDC もついてるということで、まあ、タイヤ性能もウェットで安心して走れますね。まあ、雪の性能はちょっと分かりませんけど、まあ、本当にこうアイスバーンのない圧雪ぐらいでしたら、ゆっくりだったら多分これでも、ある程度走破性はあると思いますけど、まあ、本格的な、雪道に行くんでしたらやっぱりスタッドレスは必要かと思います。まあ、しかしちょうど冬の雨は気温が低いので、結構滑るんですね。外気温が低いとゴムが硬くなってしまいますね。しかしこのフォレスターについているタイヤがオリジナルのタイヤだと思いますけど、ウェットがいいのはあの見つけもんですね。やはりまあさすがスバルの四駆はこういうところでは強いですね。安心感があります。まあ、こういう車作りはなかなか世界でも他の自動車メーカーでもできないと思いますね。まあ、ヨーロッパメーカーが、やるともっと当然値段は高くなってきますから、まあ、そういう意味で、このスバルのフォレスター、非常にニッチマーケットかもしれませんけど、スバルの独特なポジション、独自のポジションというのを持ちながら、ちょっと車好きな人からすごく車好きな人まで、絶対に満足させることができる車ですね。特に今回の STI の、TS モデル、まあ、レガシーよりもこのフォレスターの方が、車全体が小ぶりなおかげで、なんかハンドリングもものすごくスポーティーだし、すごく気に入りました。